札幌のポテトチップポテカル油分カットで138キロカロリーという、ポテトチップが売ってましたんで買ってきました。一般的にポテトチップは油で揚げるんですが、じゃがいもを切って、これは油で揚げてないのでカロリーが低いと。1袋 33g あたり138キロカロリーと。一般的に300キロカロリーぐらいですかね、このぐらいの袋だと。これと同じように作るには電子レンジで作ることもできるんですけれども、まあ、売ってたんで、170円かで売ってたんで買ってみました。ちょっと開けてみましょうか。中はまあ普通ですね。普通です。そしたらこのポテカルですね、食べてみたいと思います。見た目よく見るとですね、なんかあのちょっと薄っぺらい感じがします。薄っぺらいっていうか、なんていうの、繊維が見えてるっていう感じですかね。ちょっと食感が普通のポテトチップとは違いますね。普通のよりは美味しくないかなって感じがありますけど、カロリーが気になってる人はいいんじゃないですかね。まあ、カロリーが気になってたら 2,3 個食べて捨てちゃえばいいんじゃないですかね。カロリーが気になかったらそもそも食べなきゃいいんですけどね。でも食べたいで、いっぱい食べたいっていう人にはいいんじゃないですかね。こういうのは普通に食べられます。味っていうか食感ですね。食感がちょっと普通のとは落ちるんじゃないかなという感じです。